悲しい。ティアラなんかいっぱい用意してくれました。二十歳になりました。皆さんありがとう、産んでくれて。産んでくれて産んでないと思ってみんな産んでくれて。ティアラとか準備してくれました。ちょっと二十歳なので可愛くしたかったんですけど、ちょっといろいろあったの、いろいろあった話は後でさせてほしいんだけど、とりあえず皆さんちょっと前髪だけ整えさせてください。それ持ちたいかも、可愛い。皆さん、佐藤愛理二十歳になりました。イエーイ。本当はそう、本当は最近全然会えてないし、みんなと誕生日の瞬間を味わいたかったんだけど、間に合わなかった。めっちゃ急いだんだけどね、悲しいです。悲しいけど、悲しんでたら私が生まれた時間は3時だから夜中の3時に、深夜3時、夜中の深夜3時に生まれたから、まだ愛ちゃんは生まれてないと。じゃあ夜更かしさんだから大丈夫いうことで、日にちは超えたけど、ごめんなさい本当にお待たせしちゃって。いや、さすがに明日めちゃくちゃ朝早いので3時まではしないけど、ありがとう、たくさんプレゼント、違うね、ギフト、ありがとう、コメントもありがとうございます。遅い時間にありがとう。こちらこそ待ってもらって本当ごめんなさい、本当に本当に悲しい、悲しいです。けどね、ちょっと今日は本当に会いたかったです、みんなに早く。そう、もうでも大人になったから悲しまない、愛理はもう19歳で悲しんだんで、二十歳になったら悲しまないんだから。お母さんおかしくない、やっぱりおかしくない、大丈夫、可愛いから顔面が、顔面が可愛いから何でもできる。ティアラもくれました、キャラちゃんとママが、ママだよ、ママ何かくれました。なんか助けくれました。19歳、でもまだ生誕祭もできてないんですけど、そう早くね、みんなに公園で会いたい、劇場で会いたいなって思いますね。遅くなりましたが、愛には30生まれということで皆さん許してください。ダメ、悲しまない、悲しまない、
ティアラです。ママが用意してくれました。明日はカウントダウン TV と MV もあるので見てください。 MV は9時なので、そう、そう、みんなにみんなに最近会えてないから誕生日くらいみんなでちゃんと誕生日日付超える瞬間一緒にさ迎えたかったんだけど間に合わなかったごめんね。なんかそう、でも明日はとってもかっこいい私たちが見れるので、みんなに最近会えてないから配信もたくさんしたかったし、劇場もたくさん会いたかった、劇場でもたくさん会いたかった。19歳の最後だったけど、ドラマたくさん全然下手だし分かんないことだらけで辛かったけど19歳最後頑張ったから、もう今日ではもう20歳になって、泣き虫も卒業してまだ3時じゃないから、まだ3時じゃないから、20歳じゃないので、まだ19歳最後なんで19歳最後なんでセーフです、まだ今まで。でも本当最後に明日の練習いっぱいしてきて、20歳になったら、かっこいいので20歳になったらかっこいいっておかしいけど、そうだな、19歳で、19歳の1年はね、なんか怒涛すぎてあんまり覚えてないけど19歳最初って何やったんだろう、分かんない。そう、でもみんなにずっとなんか辛い時もた
くさん支えてくれたから。でもその会えてない分たくさん悲しませちゃったりとか、うん、なんか会えないから、もしかしたらもう愛ちゃんじゃなくていいって思う人がいるかもしれないけど、うん、19歳最後にあのいろいろ任せていただいて、なんかみんながいなかったら絶対絶対途中で諦めちゃってたし、心もポッキリ折れちゃってたと思うから、一緒にこうやっていてくれるだけで私は幸せです。生誕祭で話す言葉もいっぱい決めてるから大丈夫。今は今の素直な気持ちを伝えてたら涙が出てきちゃった。なんか明日もどういう感じになるかわかんないけど、とりあえず今日できることは全部やったし、うん、絶対明日は後悔したくないし、 AKB のいいところをたくさん見てもらいたいから、私も頑張ります。大丈夫。頑張ります。本当は。なんか、もうここから楽しくなります。ここまでは感動の話でした。そうなの、私は何もできないし、あ、ネガティバーだし、だけどみんなが支えてくれる限り頑張るから応援しててね。ね、怖いよね。楽しみとさ、怖いがさ混ざってる。でもたくさん先輩方も支えてくれてるしね、こうやってみんなも楽しみにしてくれてるし、明日は頑張ります。今日まではさ、まだあとね、何時間あと2時間半は19歳なので誕生日なんだけど面白い。
頑張ります。頑張るしか言えないんだけどね。頑張る、うん、頑張ることしかできないけど今は。そう、ママちょっと固いことはなしでちょっと0時を過ぎたら誕生日だよっていう人もいるかもしれないけど、私の中では3時なので、誕生日迎えたけどまだまだまだ大丈夫。そう、でもね、そのねめっちゃ頑張って、そうでも楽しかったよ。あの本当に明日楽しみにしててほしいし、明日はねちょっと朝早くて、本当にあのそのカウントダウン TV さんの方は夕方なんだけど、明日何時なんだろう、それも見れてないくらい、めっちゃすぐにリハーサル終わってレッスンしてたからどうなんだろう。でもね早いとは聞いた。恋積んじゃった、恋積んじゃったは、でもねなんかいろんな雑誌の取材とか、この間いっぱい取材していただいた時にも言ったんですけど、あのたくさんすごいです、もうあんまり言い過ぎて楽しみなくなっちゃうからあれだけど、すごいたくさん、でもねなんか恋積んじゃったの略詞がどうなんだろうね。なんかでも恋中みたいな感じになっちゃうけど、恋積んなのか恋積むなのか、恋私が言ったらなんか却下されたけど、誰だっけね、誰かにねそれはないって言われたんだけど、恋じゃった、なんかほう恋じゃったはなんかダメって言われました。いい感じだと思ったんだけど、あと恋ったとかね、なんか恋つんだと恋チュン、恋するフォーチュンクッキーにちょっと似てるかなと思って、恋じゃ私が考えたのは恋じゃったか恋ったなんですけど、恋つんと恋つむがなんか人気なので、まあ多数決だと恋つんなのか恋じゃった恋った恋つむはなんかちょっと可愛いよね。わかんない、でもさ
なんかみんなでさ統一したいよね。そうこの間ねびっくりしたお話なんだけど、あの衣装さんがどうしても君だ君どうしても君が好きだをあのどうもども君どもきみって呼んでて、私たちはどうきみって呼んでて、そうなんかどうみんなはどう好き、どんな感じで呼んでる、なんかでもいろんな略詞があるからなんか決められたらいいなって思ってる。統一したいよね。なんか統一したら絶対みんなにも教えるからね、何になるかね。どう君どう好き、そうなんかね恋じゃったが、なんかねアイリスの皆さんの中では今ねとても人気ですけど私が言ったからみんないいねって言ってくれてるの優しいね。私変だって言われたよ。誰だったか忘れちゃったよ。なんかさ、シーモンさ変って言われることあるけどさ、みんなも変だよね、やっぱちょっと。恋じゃったいいっていう人あんまいないんじゃない？わかんないけど。え、なんかね、なるさんかさ、そらちゃんとか？なんかね、多分な、近くにいた人だと思うんだよね。そうね、でも可愛さで言ったらこいつんかこいつもなんだろうね。でもなんかそのうち決まるのかしら。どう、わかんないね。ちょっと明日さ皆さんに聞いてみようか。誰だろうね、うん、誰かが決めてくれました。な、うん、今までは久しぶりのリップグロスはヒサリップで、どう君、え、でもアイドルなんかじゃなかったらってなんて呼んでる、アイドル、でもさアイドルなんて呼ばないでもアイドルって呼ばれてる気がするの。ネムハモはネムハモ、アイ、確かにアイドルなんかって呼んでる時もある。カラコンウィンクはカラコンです、多分。でもカラコンウィンクは結構カラコンウィンクって呼ぶことが多い。ネムハモ、確かにコイチュンが代表曲だから、こいつんを代表曲にしようっていう気持ちを込めてこいつんなのか、私は心の中でこいじゃったって呼んでます。ね、略さなくてもいいんだけど、なんか結構短くても元カレですもん、元カレです、うん、確かに全部読んでるか。こいつんじゃった、まあ、うん、パッと言えばいける。結構そうね、略しにくい、うん、確かに。でも大体 AKB の曲って略しません、みんな。めっちゃどれだけ短くてもみんな結構四字熟語以外あんまり四字熟語くらいじゃない、なんか四字熟語じゃないけど残念少女みたいなね。みんな略すの好きじゃん。
うん、じわるで、いつもじわる。10年桜、あ、確かに10年桜はね、でも10年って呼ばれてますよ、結構。訳したくなるの？みんな。まあ、そうだよね。どうしても4文字にしたい。鈴かけなんちゃら。あ、確かにサステナブルはサステナブル？サステとは言わないか。あ、確かにうざ？いろいろあった。ヘビロテ、僕とエポニシエビカツ。サステナブル。まあ、訳さないかも。大声。言い訳だって、言い訳メイビーまでさ、あとちょっとなのにさ言い訳。うん、確かにウザーとかビギナー、確かにね。なんかそういうのってさ、なんかこうパーッとしてたら、パーッと生きてたら決まるのかな。なんかでもいろんな呼び方になりそうだなって思ったんですよ。メンバーの中でも結構いろんな呼び方があるから、多分英語とかはあんまり訳してるの見ないけどね。まあまあ、二十歳ね。二十歳は、家は、でも、どうかな。19歳、本当に何があった？昇格。まず確かに昇格もさせていただきましたしね。なんとなんだろうな。コンサートもやったし、これから、そうね、二十歳になったらツアーがあるので、ツアーと、ドラマと、あの夏のボハテ MV が公開されました。19歳、昇格しました。ドラマ撮影しました。遡ってこ、4月。あ、でも握手会が始まったんじゃない？19歳ってもしかして、多分だけど、19歳からではないか。19歳からだよね。そう、握手会もできてなかったし、なんか私たち17期の最初の公演とか完成もなかったし、なんかいろいろ18歳19歳くらいからどんどんみんなとね、こうやって会える機会も増えたし、武道館、あー武道館ね、あーでももう1年も前なのか。握手会復活して19、ん？単独コンサートは19歳ですか？あ、19かな、ぽいですね、ちょっと。ん、みんなも眠いよね、ごめんなさい。眠いよね、1時までには絶対終わるから。私も明日何時なんだろう、怖いよ、起きれるかな。19だってらしいです。なんかいろいろ、うん、ファンミーティングでいろんなところに行かせてもらったし、福岡でね、カラコミンクの時は、うん、なんかイベントさせていただいたりとかね。なんかいっぱいね、確認してからね、こうやって配信しようってね、見ながら配信しようって思ってたのに、全然
もう帰ったらもう過ぎてたよみたいなね。うん、おっちょこちょいってことでそんな、うん、全速力でね帰ってきたんだけどね、間に合わなかった。そう、でもそうなの、もう私もなんか心が追いついてないくらい怒涛の感じだよね今日も。今日だよね、今日もそうだしさ、明日もドラマ1話あるし、毎週そしたらそこから会って、ツアーもあって、すごいさ、そうなの、みんなにいいお知らせができてたら嬉しいなと思いますけど、大丈夫ですかね、心配だよみんな。ツアーの準備ね、私全然できてないんですよ、まだレッスンに全然参加してなくて。でもね、もうね、もう参加できるから、うん、でもそうだな、でも結構みんなに言いたいことを言えた気がする。なんだろうと、なんかそうなんですよ、私も結構、うん、最近になってやっとさ、こう自分の自分のなんだ、本当のね気持ちとかをね、メールお便りで言えたりとかたくさんなったけどね、まだまだたくさんね、みんなと仲良くなっていきたいですね。そのあのメールね、聞く限り毎日3通送れるように二十歳も頑張りたいですし、ミバースはだいたいリアルタイムでいろんな時に出没します。夜多いよね、夜と朝は絶対おはようってミバースで。夜飲みます。そう、だいたいあのメールの時間がね決まってるので、そうで、あ、私本当にメールお便りに時間かけるんですよ。どうしてそんなにかかるのってくらいお便りにめっちゃ時間かけるので、だからいつも下書きに貯めて夜に送っちゃう。なんか何回も確認してるはずなのに5時はまだまだいっぱいあるし、はあ、ねえねえ、 なんでこんなに長いんだろうね。そう、でも5時も愛ちゃんの魅力って、あのみんなが甘やかすから甘やかしてくれちゃうから、そう嬉しいんだけどね。ちょっと間違えた時は多めに見てください。もう間違わないようにしようと思ってるのに全然なくならないけど、
まあまあそれはちょいっとちょいっとね。私はそうね、アイリスに甘やかされていると思う。だいぶ、だってみんな優しいんだもん。そうね、うん。二十歳ね、何も。二十歳になったら何があるかな。なんかこうやってさ、たくさん誕生日近くにね、たくさんいいお幸せなんでこんな全部ハテナついてるのかよくわかんないけど、いいたくさんねお知らせができてすごく嬉しいんだけど、そうなんかもうね怒涛すぎてね、もう頭がパンクよ。みんなもパンクかな。二十歳も私らしく素直に生きていこうと思うやりたいことをたくさん頑張って、でも苦手なことも何でも頑張るっていう私のモットーもあるので、頑張って頑張ります。私らしく頑張ります。私らしくってなんだろうって思ったけど、私はなんかそうね、できる自分にできることをしっかりやって、それをねたくさん見てくださって今ここにいられてるから、そうね、二十歳はもっと AKB のねためになるお仕事ができたらいいなって思います。あとはたくさん劇場公演に出て、寂しく、私も寂しくなっちゃうからみんなも寂しくなっちゃうかもしれないけど、そう会わないとさ、やっぱ不安になっちゃうんよね、話したりさ、全然だってみんなのこと見てないそうリニューアル最近出たの6月1日のあれなので、ちゃんと出たのってそらちゃんの生誕祭とかかな、わかんないけど、そうね、握手会も今月末のオンラインでたくさん元気をもらって、また7月私もみんなに元気をもらって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 、元気を与え合いましょう、お互いに交換しましょう。そっか、7月7に七夕振り返り握手会もあるみたいで、7月の13、14も握手会があるから、もうどうしようね1週間か、ミスターが7月1日にあるので、え、確かになんだかんだ合ってんのかな、よくわかんなくなってきた。まあわかんないけど、うん、7月はなんかたくさん会えそうですね。
かになんでこんな合ってない気分になるんだろう。なんでだ。ツアーわかんないね。会いたいんだろうねみんなに。でも楽しみ、まだそのまだまだね会える機会があるから、こっから増えるってことで今まではなんか意外と会ってたかもしれないけど、こっからまたさらに会えるのが増えるっていう楽しみ、楽しみっていうのがねできたということでいいでしょう。明日の新曲本当に全然練習期間とかなかったけど、みんなでねあのやっぱりなるさんを筆頭にたくさん先輩方にね支えていただいて、で同期もいっぱいいるし18期の2人も前作から一緒にやっててね、まだまだ力不足の私ですけど、みんなに支えてもらいながら明日頑張るのでぜひ見てください。カウントダウンテレビ18時半からなので最初から見てね。今日は本当に夜遅くまで本当にありがとう。うん、ごめんね、こんなに遅くまでやるつもりはなかったんだけど、そう私が遅れちゃったから遅くまでごめんなさいね。これからもねこんな喜怒哀楽の激しい私ですがすごいたくさん悩んだりね落ち込んだりすることもあるけど、私たちもみんなに支えてもらって、私もみんなに幸せをもらってもらって、うん、なんかそういう関係でありたいなと思います。これからも20歳。確かに怒るはあんまないね。喜哀楽、喜哀楽って感じですね。やばい、みんなに怒る、怒るのって聞かれた。ないですね。確かに喜哀楽、喜哀楽っていう感じで、とそうね、なんかちゃんと自分を知ってもらえる二十歳にしたいと思います。今まで私のこと知っててもどういう人なんだろうとか違うイメージを持たれてた方にも知ってもらいたいし、まだ私を知らないよって方にも知ってもらいたいし、今こうやってたくさんいつもね本当に本当にとんでもなくお世話になってるアリスの皆さんにもまだまだ知らない私を知ってもらいたいなって思うので、またこの二十歳の1年もどうぞよろしくお願いします今日はお祝いしてくれてありがとう。そうまだね、まだ私のこと知らないよって方はこの1年とかね二十歳からねたくさん知ってもらえたら嬉しいなって思います。明日頑張ります。緊張する。本当に今ね全然ギフトをね読んであげられなかったんですけど、
明日めちゃめちゃ緊張するけど頑張ります。それではもうね、みんなもね寝ないといけないと思うからね、本当にありがとう、たくさんコメントもたくさんありがとうでした。お祝いコメントもなんかいろんなコメント全部まるっとありがとう。スクショタイム先にランキング読みますね。何位から読もうか。100から読んだらめっちゃ時間あるよね。50とかにしとく。20歳だから20とか。でも何かタワーくれた方確かに4850だと大変なことになる。じゃあ読んでるうちに変わっちゃうから早く読もう。250位なんてないわよ。100位？48？じゃあ名前呼んでくか。じゃあ40とかからは5分経ったら変わっちゃうんだって。オッケー、じゃあ今写真撮っておくから名前今度読みますね。え、これで合ってる？あとで見れるか。じゃあとりあえず落としちゃった、ごめん。オッケー、とりあえず今日は20歳なので20位から読みます。読んで後日またお誕生日配信ではないけどありがとう配信するので、その時にお名前をちゃんと読ませていただきます。20歳なんで20から読みます。20位ゆうじーさんありがとうございます。19位もっちーさんありがとうございます。18位ゆうすけさんありがとうございます。17位まささんありがとうございます。16位ガリありがとうございます。15位ミオッチありがとうございます。
14位ワイプさん、ありがとうございます。13位トシちゃん、ありがとうございます。12位たくみくん、ありがとうございます。11位ぷいちゃん、ありがとうございます。10位あんたろさん、ありがとうございます。9位ワンジーン、ありがとうございます。8位関根さん、ありがとうございます。7位きのさん、ありがとうございます。6位ナックさん、ありがとうございます。5位ねたろうさん、ありがとうございます。4位シーズンさん、ありがとうございます。3位よだともさん、ありがとうございます。2位岩もちさん、ありがとうございます。そして1位はゴーパブリックさん、パブちゃん、ありがとうございます。ありがとう。今日もしまだ読まれてないよって方はぜひまた今度来てください。お名前をお呼びいたします。お呼びいたさせていただきます。本当に遅い時間になっちゃってごめんなさい。こんなさ夜遅くまでさみんなに出会ったことがないからちょっとスクショね、可愛くしますね。一瞬ちょっと待って、深夜1時の佐藤さんはレアですよってことでね。はい、いきます。はい、チーズ。はい、チーズ。はい、チーズ。二十歳ってこれで合ってんのかな、分岐。こっちか。間違えた。2歳になっちゃった。いいよ。あとなんか光に輝くプリンクの風船。うわあ！いっぱいキラキラついてました。プリンくん、プリンくんもお祝いしてます。シャカシャカ。こっちは光っちゃうかな。確かに。これは。ん？これ？逆や。逆？プラスで。じゃない。どう？かわいい。挟まれ。でで、ああ1時過ぎちゃった。ごめんなさいね、みんな。遅くて遅くなっちゃいましたが。ささやきって言われてるよ。今からお風呂入って明日の朝何時なのか確認します。本当に何時？怖いよ。
また楽しいお話しますので、楽しい話、また感想とかね、この新曲の感想とか、ドラマの感想とか、まあ全然どこで教えてくれてもいいんですけど、聞けたらとても嬉しい。今日もありがとう、みんな大好きだよ。あ、ハートしてないね、ハートしていこう。ありがとうございました。配信して配信見てくれてありがとう。また明日6時半から絶対に見てください。おやすみ、夜遅くまで本当にありがとう、ありがとう、またね、ぷい、おやすみ、お祝いしてくれてありがとう皆さん。